最後のラウンドガールになります。イエーイ。最後の最後でやっちゃった。ない家だ。ハッピーハッピーハッピー。ズラちゃんもいます。イエーイ。今日は何の日ですか？はい、今日はですね、ブレイキングダウン 11.5 最後の最後のラウンドガールになります。イエーイ。てか1年も経ったんだ。あれから早い。ズラちゃんが初めてこちらの動画で、あれ何、ブレイキングダウン8から、うん、初めて参加させていただいて、もうドキドキバクバクで、ね、ズラちゃんについてきてもらったからもうなんとかできたみたいな感じ。だからね、1年も経ってゆで卵もベテランになりました。やばい、ベテランやばいベテランやばい。徐々にね、スタッフさんたちとかもちょこちょこ顔を覚えて、あ、そうそう、喋ったりできるようになってきたから、ゆで卵的には馴染めてきたかなみたいな。確かになんか場違いじゃなくなった。いろいろね、そのゆでちゃんだけじゃなくいろんなことがありましたね。特にこの最近はね。確かにね。ちょっとね、多分ゆで卵だけなんかあの何も言ってねみたいな、うん、まあでもね、結構書かれてる。それでよかったと思う。本当に何も知らないので何も言うことがないというか、なんかやるべきことはやって、あ、やってる。そうじゃないところは、うん、別にね、あえて参加する必要はない、ね、ないなと思ってずっと黙ってました、うん、すいません、心配かけてしまって。でもね、しっかりダメージ食らってますので。あ、そうです。ゆで玉ファンの皆さんどうぞ温かい言葉を。そう、本当に炎上のこと、周りが炎上してて、あのうずらちゃん家でね、よく行ってたんですよ、その時期ね。まあ、いつも行ってるんですけど、いつも行ってたけど、もうその炎上時期もうずらちゃん家に行ってて、ツイッター見ながら、ゆで卵青ざめて倒れるとかガチね、これ。もうそっと床に寝かせてしばらく放置しました。人の炎上でぶっ倒れるっていう、自分じゃないのに、あんた関係ないからねって言って。そう、まだ炎上中なのかもしれないけど、うん、まあギリ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 ね、締めくくれるんじゃないかなと思っております。そうそうそう、ちょっとね、今日マジで誰が来るのかも分かってません。うーん、確かにガールがね、そう、ガールがガールが、そう、ガールが何人集まるかも聞いておりません。そうね、もしかしたら人数超少なくて、ゆで玉激忙しい系の。あ、そう、今回でもそうなると思う。まあね、うん、泣いても笑っても今日が最後なので。確かに、ちゃんと中着てるよ。嘘、うん、見てないな。あ、可愛い、絶対。ちょっとね、向こうで着替えるの大変だから毎回着込んで、うん、脱ぎやすいやつでね。そうです。でもね、今日はうずらちゃんがいてくれるんで、私的にはとてもハッピーです。ラストもね、ちゃんと密着してゆで卵の成長を、はい、見届けようかと。わ、頑張ります。はい、それではそろそろ行かないとなので行ってきます。ピーピー。はい、本日は四ツ谷の109ゆで卵入り時間を勘違いし少々遅れておりますので、はい、ちょっと最後でやっちゃった。この1年遅刻ゼロだったのにね。え、そうだよ。それでは向かいます。なんか植物に刺すやつ。え、違うどうしたの。目薬、私が使ってる目薬。これなんか植物の栄養みたいな。あ、びっくりした、植物の栄養もらったのかな。ヘアメ中のゆで卵。今日はね、メイクさんいないと思ったらいました。大感謝、ありがとうございます。でもこうやって後ろから見たら超髪伸びた。嬉しい。でも私ここまで伸ばす、あと12年かかる。昨日3時間もかけてトリートメントをしたため巻き跡がつきづらいという大失態。本当に3時間ずっとトリートメントしその美容室なんぞや。私もそんなにかかると思わなくてね。ストレートパーマ的なあれなんだろうね。あ、そう、ちょっと似てる。ゆで卵ちゃんとうずらちゃんが仲良しでちょっと癒される。 ありがとうございます。にゃいりんちゃんが、そう、話しかけてくれます。天使にゃいりんちゃん、天使にゃいりんちゃん。ヘアメ
後可愛くなったゆで卵、うん、早く早く待ってるから。すいません、ピアスはいいの？ピアスリハ後でいいの？ない、ない家だな。それはもうダメだ。これからリハーサルです。あ、唐揚げ、唐揚げ、ハッピーハッピーハッピー。あ、ちょっとこの1年経ったらゆで卵も元気です。ハッピー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 。こんな楽しそうなことありますかね。すごい余裕で卵。ハッピーハッピーハッピー。今日は人数が少ないのと、なんかいろいろで忙しいみたいです。2時間前からこんな感じで皆さんバタバタです。1年前とは考えられないほどリラックスモードです。みんな優しいからね。天使にゃいりんちゃんと天使名付け親天使にゃいりんちゃんと、あのブレザンゴーコールという、そういうこと。頑張ってください。はい、頑張ります。ネコミーム組、ネコミーム組。おお、すごいノリがいい2人みたいになっている。延長になるとこれを持って入れ卵が出てきます。これはスタッフさんが言ってるだけなんですが、あ、やられました。スメホさんが M 男好きの私からするとどう見ても M 男っぽいスメホさんが勝ちました。名前はスメホなので S キャラっぽいです。スメホさんおめでとう。攻められようだったらなおよかった。え、なんで攻められよう。あ、攻められよう。控え室、ゆで卵の嬉しい、美味しそう。ちょっと2個取ったの？あ、2段なのね。2段になってるんです。肉バッタのかと思いました。あら、美味しそう。初日はね、緊張してさ、あ、食べ、なんかあんまり食べたらお腹が出るって言ってたけど、今回はどうですか？今回はちょっとつまみたいなみたいな。あ、そういうのがちょっと成長しております。あ、おかえり、天使にゃりんちゃんが帰ってきました。おかえり、天使にゃりんちゃん。今お弁当の紹介をしてたの。そう、いいですね。はい、これから仲良くお弁当を食べてください。ゆで卵本番です。あ、どうぞ。天使にゃいりんちゃん、いっぱい食べたね。はい、楽しそうでよろしい。 YouTube の動画です。僕が今回で、はい、ポイチーですね。いい感じです。天使さんの写真も撮ってもらえるようになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。上上上っていいですか？で、始まります。緊張始まります。もう緊張はないか？まだしてないかも、うん、これからかな。かわいいです。ゆで卵も1年経って偉くなったので、マネージャーも会場に入れます。ドキドキ。いや、今日は2試合目に入って、チョリさん非常に難しいね判断になりましたね。いや、これは難しいですね。本当どっちも本当につけがたい。勝利した吉村選手にはボクシングテクノロジーズ株式会社より勝利者賞として金一封を贈呈いたします。お疲れ様です。終わりだてほやほや。ラスト、天使にゃいりんちゃんと、天使にゃいりんちゃん、2人ともお疲れ様です。やばい、終わりました。どうでした？最後あっという間すぎて。確かに早かったね。早かった。最後あっという間でちょっと寂しくなった。あーね、うん、そうだね。なんか、あ、1年がこれで終わるんだみたいな。確かにちょっと寂しくなりました。見納め、この格好。そうだね。あんまやると番になりすぎ。あ、いいよ、かわいいよ。楽しかった？楽しかったです。多分運営さんがさ、あの村田さんと組んだと思う。あ、そうだね。そう、絶対わざと。ちゃんと絶対
しかも外ヘボさんの時も、あ、そう、あれさ、順番さ、私違う子、私だったから多分絶対にお姉さんがやった、ね、皆さん心配しないでください、マジで。でもあの触れてなかったからね。あ、そう、こうやって今も最後終わってから、あのなんかこういうの撮った、村田さんがこうで私がこうやって、あー紳士だね。そうと普通のピースを撮らせていただきました。はい、お疲れ様でした。また正解しながらなんか喋るか、うん、ありがとうございます。試合後の和気あいあいとした楽屋、お天使にゃりんちゃん、新人ちゃん、新人超ベテラン小島美優さん、おーナースのさゆりさん、あー素敵ですね。とただのゆでたおめ1年前誰とも喋れなかったゆで卵が楽しく目薬の貸し借りをしておりました。みんな優しいから目薬の貸し借りとか一緒にね、 TikTok で流行りのね、うんうん、やつを踊ったりとかできるようになりました、ね、いい仲間に。確かに、みんなありがとう。皆さんゆで卵ありがとうございました。これからもよろしくだよ。そうだよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者さんも皆さんをぜひフォローしてください。はい、素敵な仲間ができました。まだブレダン12とかも多分何かで出るかもしれません。はい、楽しみに。はい、見合わせ。見合わせ。交互期待。はい、交互期待。じゃあね。Na na 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 na